皆さんこんにちは、奈良岡仁穂です。ニコじゃなくて今仁穂って言っちゃった。ろれつが回らないし、この顔面でお気づきだと思いますけれども、寝起きでございます。今日はね、 Get Ready With Me っていう GRWM 動画っていうやつを撮りたいと思います。まあ、どんな動画かっていうと、一緒に朝の準備一緒にしていきましょうっていうような動画です。ってことで、皆さんは今から私が朝の身支度をする、映像を見せつけられるっていう状況でございますので、ぜひ見せつけられていってください。まあ多分今日ほぼノーカットですごい緩い感じでアップしますので、なんかね、朝の準備しながらラジオ感覚でね、聞いていただけたらありがたいです。とは言ってもラジオ感覚とか言いながら、ちょっと口のね、ろれつがマジで回んないからマジ申し訳ねえと思いながらもね、やります。で、朝最近はやっぱりね、ちょっとそんなにがっつり出かけることないので、結構メイクとかもすごい適当です。ほぼしてないに等しいかも。で、今顔はね、今日は顔は洗ったんです。顔は洗って、髪の毛今何もしないんでブラッシングしていきます。なんか私このなんていうの、ミディ、これぐらいの髪の長さにするようになってからはあんまり寝癖がね、そんな気にならないので、結構ね、適当になんていうの、ストレッチとか当てずにね、やっちゃってます。いやー眠いね。てか自然光超いい感じでしょこれ。この絵的にお気づきかもしれませんけど、私また、引っ越しました。はい。で、もう髪の毛たたたっとね、ブラッシングしたらもう適当ですよ。この銭湯の鍵みてえなね、このヘアゴムで髪の毛結びの。スキンケアはもう終わってるんで、本当だったらね、これでね、ちょっとなんていうの、肌作りするんですけど、そんなにしっかり出かけないので、最近はもうほぼ日焼け止めだけです。歯科ケアの日焼け止めです。ニキビとかにね、すごい効く歯科ケアから日焼け止めも出てて、これ香りがすごい鹿のいい匂いがしてね、鹿のいい匂いっていうと、メイク全然知らない人からしたら奈良の鹿の匂いみたいなね、ちょっと野獣臭くなっちゃいますけど、そういうんじゃないです。で、適当にピョッとね出しましたら、顔全体にポポ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 ポ、あいいおいにでござんす。いやでも台風だね、どうしようね。台風なんか直撃とかではないみたいだけど、もうなんかね、梅雨明けたと思ったらね、もう台風かいみたいな、すごい雨の日が私はね嫌いなので、テンション下げって感じでやらせてもろてます。結構首の方にもね、しっかり塗りましょうね。やっぱ夏だから日焼け止め塗るっていうわけじゃなくて、結構こう普通のね、寒い日だって紫外線気になりますから、私もう、もう少しでもうアラサーてか、もうもう少しね、もうしっかりアラサーでしょ、27だから、やっぱ紫外線ケア気をつけております。はい。で、日焼け止めパパッと塗ったかな。ちょっとこれだけだとね、なんていうの、ベタつく感じがしますんで、ちょっとお粉をね、軽くはたきます。でも、ほんとさらっとさせただけだから、化粧品じゃなくてね、こういうこれベビーパウダーです。赤ちゃんのね、お尻とかにも使えるようなベビーパウダーを持ち歩きやすいように、こういうね、パフが入ってて、こういう感じ、プレストタイプのこういうベビーパウダーです。これめっちゃ値段安い、170円ぐらいで売ってるんですよ。これすごいいいですよ、テカリを抑えるために。眉毛描くときだけとかでもね、こう軽くポン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 って感じで、軽くポンポンポン。マスクもさ、最近するしさ、やっぱこの顔周りのここの辺が結構ベタつくと、マスクにもベタっとした感じがするので、まあ化粧しないときでも割とこのベビーパウダーはすごくいいです。皮脂を抑えつつ肌に優しいし、値段が安いのですごい嬉しいですね。はい。
で、まあ、化粧はほぼしないんですけど、やっぱ顔の印象ってね、私眉毛で変わると思ってんのね。うるさいね、犬が遊んどら。眉毛がないとやっぱやる気ありませんって顔になってるでしょ。これで眉毛だけ私はいつも描いてます。目元だよね、マスクするから。やっぱ目元、眉元の印象で顔ってね、やっぱ変わるじゃないですか。だから眉毛、眉毛はこの猪狩忍さんがプロデュースかなしてるフーミーってやつの、アイブロウパウダーを使ってます。これもう使いすぎて汚いです。で、まあこの2つの色を混ぜる感じかな。眉尻、眉尻を中心に描きます。眉尻よ、こんな感じ。眉尻描くだけでもやっぱ違いますよね。だからちょっと近々私はね、またアートメイクを眉毛しようと思ってます。前はしてたんだけど、もう1年以上経ったので、ほぼね、アートメイクの色抜けてきちゃったので、またさらにね、アートメイクして楽ちんにするので、これから多分ほぼもう眉毛も描かなければね、ファンデーションもほぼ塗らなければ、もうなんかお化粧からすごく遠ざかる生き方をだんだんしてますね。あ、なんかちょっと濃くなっちゃったし、そんなん喋りながらやってっから。マジで喋りながらやるとさ、メイクおかしになるんだよね。いつも本当だったらこんな動画撮らない限り喋んないからね、メイク中に一人で喋ってる時点でまずおかしいでしょ。 YouTuber ってだから変なやつしかいないんだよ、マジで。無理だもん、普通家では静かにしてたいじゃん、普通一人でさ、なんかわけもわからん話をしてさ、なんなんですか、なんなんですか、本当に。眉毛ちょっと変になっちゃったじゃん、ほら。もういいよ、もう知らない、もう知りません、もうおはようございます。で、私顔これで完成です。全然ね、完成してる感ないと思うんだけど、で、ここでやっぱマスクこうつけるから、マスクつけるからこれでいいのよ。じゃあもうこれでパッと着替えて、こんなわけわからん、なんかバスローブみたいなパジャマなんで、これからちょっと私服に着替えて、ちょっとキャップとかもかぶってマスクスタイルにね、ポンとなりますよ。いきますよ、せーの、ドン。ということで着替えました。もうなんか部屋着みたいな感じの格好で外に出ることが本当に多くなっちゃいますね。で、これでだいたい私髪をね結ぶじゃんね。髪を結びの、結びのこうして、ピンはこのクソダセやつつけたまま出ることが多いですね、帽子かぶるから。もう何の色気もないキャップに、ちょっと犬がカメラの三脚の位置ずらすんだけど、にマスクでしょ。なんかめちゃめちゃダサいでしょ。でもみんな結構こんな感じじゃない？もうやっぱマスクありきってなると、なんかガソリンスタンドの店員さんみたいなスタイルになっちゃうので、まあこんな感じですごい雑な格好、こういうね緩いデニムとかで本当に楽ちんな格好で、ちょっとだけ買い物行って、ですぐ帰ってくるみたいな、外出るとしてもね、ね、はい。なのですごい、化粧とかする頻度もかなり減ったので、おかげさまで肌がね、綺麗になってきてますね。またすごい寒くなってきたし、まあだんだんね厚着にもなってくるので、逆にこのマスクが顔がねあったかいから、これ夏よりかは今快適だなっていうふうに思ってますけど、皆さんどうですか。あと、まあいろんなマスク使いましたけど、やっぱなんか結局布マスクですね、やっぱちょっと、エアリズムマスクです。ちなみにこれはエアリズムマスクでも、そんなにエアリズムだけど涼しくはないから、もうちょうどいい、今の時期にちょうどいいです。フィット感もねちょうどいいので、こんな感じで、万引き犯スタイルで私はだいたいどっかに出かけてます。本当にこの姿の時誰にも会いたくないよね。やべえやつだもん。
まあでもたまにはちょっとおしゃれしてお出かけもしたいなと思うので、本当になんか用事がね、予定が大事な予定がある時とかはしっかり化粧して、もうバチバチに服装とかも決めて出かけたいなと思います。ってことで、ゆるい感じで Get Ready With Me 動画でした。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、Instagram のフォローなんかもしてみてください。奈良岡ニコでした。バイバーイ。